ともと子供の頃から何かを作るのが好きでした。まあ、ものづくりに携わる仕事もしたくて河合に入り35年が経ちました。まあ、この仕事で一番大切なのは日々の積み重ねです。同じ作業を根気よく続けていきますと技術も磨かれていきます。まあ、一台一台心を込めて作っていますので、皆さんにも音とともに見た目も楽しんでもらえると本当に嬉しいです。